今後ウクライナ支援の遅れをです、ね、どれだけ取り戻すことができるのでしょうか改めましてアメリカ議会会員は20日ウクライナへの追加の軍事支援のための緊急予算案を超党派,で超党派の賛成多数で可決しました予算案は総額およそ608億ドル日本円にしておよそ9兆4千億円ですトランプ前大統領の意向も踏まえ 支援の一部は返済義務がある融資の形を取ることになっています。早ければ二十三日にも上院でも法案が可決される見通しで。その後バイデン大統領の署名を経て成立します。まあこれあのアメリカによるですね、はい、この追加の軍事支援で、まあ首の皮一枚。つ繋がったというようなことなんですけれども、うん、そうでなければですね。はい、まあ年内には、これはあのウクライナはですね。 劣勢どころか負けてしまうだろうとも言われていたんですがまあその中で言うとあれですかあの小谷さん、これはやっぱり首の皮一枚という表現を使いましたけどやっぱりそういったような形で全部まあ空白がありすぎたような気はするんですが今後はどう見てますかあのロシアが今年の5月、6月にも再度攻勢を仕掛けるのではないかというふうに見られている中 今回予算がおそらく今の週中に通りますのでそれによって必要としている砲弾ですとかあるいは防空ミサイルがウクライナに渡るということはこの5月6月に構成があったとしてもそれを防ぐことができるようになるということだと思いますのでまさにまあ首の皮一枚つながったという表現はあの現実に近いものがあるんだというふうに思います。 ただまあいずれにせよあの今年1年に関してはウクライナとしてはもう防衛作戦をせざるを得なくてロシアがこう当然戦線をさらに前に推し進めようとしていきますからあのそれを抑えるための体制をまず整えるということが必要で,でまあアメリカももうすでにあの軍の方はあのこの法案が通ったらすぐにでもあの必要なものを渡せるようにヨーロッパに 必要な砲弾等を配備しているということですので、ええ、あのそれがどれだけ迅速に渡りまたそれがあの前線にもえどれだけ迅速に渡って、えーええ、運ばれるのか、ええ、そ,こその辺りが大きななポイントになってくるま5月構成みたいなこと、まあ、ロシア側の話ですけれども言われたんですがそのまあこれ、法案通るということになって予算がつけばですね 時間差というのは今もお話出てましたけどある程度は今までの不足分をどこまで補えるかというのはあるんですけどもこれはその迅速にできる可能性というのは相当あるんですかね、はいあのまあ、米軍が持っている武器ですとか弾薬に関してはすでに渡せるように体制を整えているということですのであの今必要とされているものはまさに えー、すぐに渡せるということになってくると思います。<ー>でこのまあ六百八億ドルというのは実は昨年一年の額よりも大きいんですね。はいはい。ですから額としては非常に大きいものがありますので、あのまあ確かにこの四ヶ月、えー、ほとんど支援をできできていなかったものの、えー、この六百八ドル八億ドルの支援がこの先順調に渡っていくとすればあの年内にはウクライナとして、えー、来年の あの構成に備えた体制を整えるということはできると思いますゼレンスキー大統領は予算案が可決したことについて戦争の拡大を阻止し何千人もの命を救うと評価していますその一方で去年末から武器弾薬供与が停滞したことで戦況は悪化し 多くの人命が失われたわけなんですが佐々木さん、これウクライナとしては非常に複雑な思いというのもありますよ、ねはい、あの一言で申しますとゼレンスキー政権も救ったんですねあの国内ではです、ね、ウクライナの兵士の妻たちが抗議行動を起こしておりますつまり犠牲が膨らんでいるということになりますとゼレンスキー政権が守れないという声が広がってくる沿線球が広がってくるということなんだと思います。 やはり今ウクライナの方々はホッとしているそして戦況がです、ね、このまま膠着化しますと事実上の国境になりかねないという恐れもあるんですまずこれであの反撃の態勢が整ったという声がウクライナで出ています、ええ、さらにこの半年アメリカの支援の停滞とともにウクライナの防空態勢も厳しい状況になっています。 アメリカのシンクタンク戦争研究所によりますと最近のロシアによる大規模な攻撃でウクライナの防空網は弾道ミサイルを平均で16%しか迎撃できないとしています一方イランが14日にかけて行ったイスラエルに対する攻撃ではおよそ120発のイランの弾道ミサイルのうちイスラエルの防空網を突破して着弾したのは 数発だったとととししててウクライナの防空能力とは大きな差があると指摘していますゼレンスキー大統領は15日 NATO 加盟国でないイスラエルがアメリカやイギリスなどの協力を得て防衛されたと指摘ウクライナが同様の全面的な支援を受けていれば欧州の空はとっくに同じレベルの保護を受けていたはずだと述べました。 これあの見て本当にイランから攻撃があった時にです、ね、イスラエルの防空網というのが、はい、防空体制というのはすごいなと思ったのは、うんまあ、ほとんど撃ち落としたような形で数発だけだということの、まあ、ある程度攻撃に成功したのはイラン側から言うとそれ、はい、で,でこのウクライナの場合はです、ね、これ先ほども見てても、ねうん、とにかく発電所だって最初のやつでは落としたんだけどその後残ったやつで 結局やられているというような状況なんですがこの違いというのはこれあの小谷さんこれど,どう違うんでしょうねこれだけイスラエルの防空体制とゼ、まあ、レンスキー大統領ですからあるいはウクライナから見てあのなぜこれだけ欧米はあの防空に関してイスラエルには協力してはい、はい、自分たちには協力してくれないのかというその気持ちはあのよく分かるんですけれども。ね ただ一方でそのロシアが使っている例えば短距離の弾道ミサイルそれからイランの使うまあ中距離の弾道ミサイルあのえ性能が全然違うんですねイランの撃っている弾道ミサイルはもう本当に一番普通の弾道ミサイルであの弾道軌道で飛んでくるものな,んでなのでま迎撃しやすいですがロシアの撃ってくる短距離の弾道ミサイルは最後落ちる寸前にえ軌道が変わりますので。 このやはりり迎撃が難しいといとう問題もありますあ<ー>あの欧米が供与している防空ミサイルでも迎撃は不可能ではないんですがあのやっぱり100%に近い迎撃率は保てないということがありますしあ,<ー>あるいはその弾道ミサイル以外巡航ミサイルですとかドローンに関してもあのこれは航空機を飛ばして迎撃するのが効率的ではあるんですが。 えー、ウクライナはやはり制空権を取れていない,はい、はい、その状況で戦闘機を飛ばして、えー、飛んでくる巡航ミサイルやドローンを撃ち落とすのはなかなか難しい一方でイスラエルはあの制空権を取れていますし、はい、周辺諸国もイスラ,イスラエルがあ領空を使うことを許可していたという事実がありますので、まあ、そのあたりやはりかなりあの置かれている条件がかなりり違ううというのもあります、えーまあ、条件が違うということを言うと小谷さんこれあのゼレンスキー大統領がですね NATO に加盟しているわけでもないイスラエルがです、ね、アメリカとかイギリスにこういった支援を受けてこういう体制を取れているのになぜわれわれの,その、ね、ウクライナは,これはそうではないんだという,ような指摘をしていますのこの気持ちも非常によく分かるのですけれども、ええまあ、まずはあのイスラエルは、えー、相互防衛関係ではありませんが アメリカですとかヨーロッパと同盟に近い関係を維持しているということがある一方ウクライナは NATO のメンバーではまだないというところがありますし、はい、あとはあの中東におけるその利益を考え国益を考えたときに欧米諸国はやはりイスラエルの安全を非常に重視しているということがあります。でまたあのウクライナに関して、えー、欧米諸国がその防空面で直接協力をすると これはロシアとの戦争になりかねないんですね核保有国であるロシアと、えー、一方でイランとの戦争というのも当然欧米諸国は避けたいわけですがはい、はい、イランはまだ核保有国ではないという点もあとはそれ以外というかですねこれはあの、まあ、ウクライナの、ね、だけど防空体制もそうなんですこれからまあこれ予算がついたら多分そのあたりも少しは改善される部分があると思うんですが。 極めてです、ね、アメリカに対する依存度が高かったとであのヨーロッパだって一緒も応援体制というのは取ってたんですけどもそれでまあ結局あの、えー、議会の問題アメリカ国内のですねそれによって、まあ、ゼレンスキー大統領からすると翻弄されてしまっているというような気持ちも強いのかもしれないんですがこれちょっと佐々木さんに伺いますけど、はい、この辺りというのはこれど,どうこれ考えているんでしょうね。そうですねあの この穴埋めという形ではないと思うんですけども。えー、昨日ですね、キーウに。米国の、この下院の超党派の議員が訪れまして。あはあはあ、早速、このゼレンスキー大統領に対して。支援。えー、つまり、現地で。えー、あの、この、あの、承認の遅れというものは。今後の。支援水準の低下に、まを起こすものではないということも。言っているんですね。えーえー、で、ここで私指摘したいのは。この。米国の支援の。 あの国内情勢に遅れ、遅れというのは、<え>プーチン政権がそれを利用しているんですね。はい、つまり、それによって選挙を変えようとしている。<え>今、小谷さんからも指摘がありましたが、あの早急なこの武器の調達っていうのはあるやに言われてますが。はい 今日もしくは、この間の隙を狙ってロシアが攻勢をかけようとしているという話もあります、はいえー、そしてやっぱり5月9日、戦勝記念日、えーえー、ロシアの戦勝記念日がありますのでやはりプーチンの,この戦勝、えー、すみません形として戦果を得たいという形もありますので、はいえー、ここをやはりプーチン政権は,、ね、やはり政治的に利用しよう、えー、軍事的にも利用しようとするのは間違いないと思います。えーう これ小谷さん、見てますとね結局、ヨーロッパだっていや、もしもアメリカができないんなら我々もやるという,ようなことをですね言っているような部分もありましたけど結局、アメリカがですねこれは支援しない限りはウクライナは持たないというのは逆に言ったら逆説も立つわけですよねこの部分というのはこれからも変わらないというふうに見たらいいんですかね、やっぱり。のこの2年以上にわたってウクライナ支援をまあ欧米諸国がやってきたわけですけれども。えー その軍事支援に関してはほぼ半分がアメリカああ、はい、半分がヨーロッパ諸国という形で進んできました。<え>で、まあ、今回アメリカの支援が停滞している中あの、まあ、NATO 諸国であったり、まあ、EU としても更、ね、にウクライナに対する支援をするべきだという機運は高まってきたんですけれども<え>それでもやはりあのアメリカの おその穴を埋めることは難しいということは間違いなかったと思います。で、そもそもこのアメリカがこの、えー、昨年来まごえー、500億ドル近く毎年支援をしていますが、これはアメリカの国防費からするとたったの2%なんですね。わずか2%でウクライナ支援をすれば、これだけロシアを ロシアの国力を下げることができるという非常に合理的な効率的な戦略ではあるんですけれどもそれがアメリカの今の国内の力学によってわずか2%でさえなかなか支援できないということなんですが今回支援が通るにあたって共和党それから民主党の中で超党派でこれを進めるべきだという環境は整ったと思いますのでしかも 今回ジョンソン下院議長が支援に前向きになれたのはトランプ前大統領の後ろ盾があったからなんですね。そういう意味で私はあのこの先も,もちろん大統領選挙もありますし議会の選挙もあるのであの100%順調に支援ができるとは思いませんがただ流れとしてはあのウクライナ支援というのはこの先も続く可能性が広がったとは思っています。 ウクライナ戦争やプーチン体制の今後はどうなるのか今日はアゼルバイジャンとアルメニアという2つの旧ソ連構成国に注目して見ていきたいと思いますまずはアゼルバイジャンです人口1040万人面積は日本の4分の1大統領のアリエフ氏は2003年から接種の長期政権を維持しています一方アルメニアは 人口280万人面積は日本の13分の1首相はパシニャン氏ですこの2つの国の間で30年以上にわたって続いてきたのがナゴルノカラバフをめぐる争いです地理的にはアゼルバイジャン領内に位置しますがアルメニア人が多く暮らしていましたこの地域の支配権などをめぐって たびたび大規模な紛争が繰り返されてきましたアルメニアはロシアが主導する軍事同盟 CSTO 集団安全保障条約機構に加盟しロシアを後ろ盾としてきました一方アゼルバイジャンは民族的にも近く同盟関係にあるトルコからの支援を受けてきましたトルコは NATO の加盟国です去年9月 アゼルバイジャンが軍事作戦を実施しアルメニア系勢力を幸福に追い込みアゼルバイジャン側が勝利を宣言する形で決着しました負けたアルメニアはロシア,ロシアから支援を得られなかったと強い不満を抱いていて CSTO からの脱退を示唆ロシアに代わってフランスと急接近アメリカとの軍事演習にも参加しています これ佐々木さん先月ですか、はい、そのアゼルバイジャンなどを、まあ、訪問されたということなんですけども、はい、この2つの国ですねアゼルバイジャンとアルメニアこの状況というのを見てあの、まあまあ、ロシアというのがあって、はい、まあソ連があってロシアということになったわけですけどこれどんなことがかかりますかね、はい、あの今後21世紀の歴史の中でロシア・ウクライナ情勢というのは、えーえー、この起流に,によって大きによってきく。 結果が変わりかねないということで我々も分析していると思いますがその情勢を見る裏側の場面というかもう一つの場所というのはこのカフカス山脈とカフカス諸国と思った方がいいと思いますであの特にプーチン政権もしくはロシアの旧ソ連圏に対する国力のバランスというのが増加するのか低下するのかこリトマルス試験紙のようにここで見ることができると。 そしてもう一つ言えるのはウクライナとロシアというのは単純な西側とロシアの対立というのがあるんですけれども、えー、この、えー、アルメニア、えー、アゼルバイジャンの情勢を見ると単純にそれを言い切れない、えー、そして南側にイランがあってはい、はい、そしてトルコという地域大国があり、はい、東側の方に行きますとこれ中国も見えてくるんですね。はい、でアアルバイジジジャン、えー、これジョージアという国もも含めてなんですけれどもはいはい、はい 東西南北の十字路で今ここの地政学的転換によってまた世界がどのように変わるのかが見えてくるということで私はあのこのアドレバイジャーに行ったんですん相当ですから今後にいろんなものを含めて影響を与えるというような地域というふうに見たらいいんです29が開かれますまれ であとさらに、まあ、F1 グランプリとか、えー、というのも開かれてますし、えーえー、これは東京オリンピック、えー、大阪万博最後まで争ったのが今画面に出てますバクというところなはです、ねはい,はい、はい、でバクが非常に急激に発展をしていましてさらにウクライナ情勢によって石油ガスというものが非常にあの注目されていると。これそのありで言うとア <laughs> アゼルバイジャンがです、ね、ロシアに まあ普通ですとね頼ってというようなまあ我々の考えではありますけど頼らずにここまで発展できたというのはこれどうどうやっぱり今あの天然ガスの,あのもちろん天然資源,然資源があの大きいです、ね、でウクライナ情勢によってヨーロッパがです、ね、ロシア抜きの,、はい、あの石油ガスというのを調達しなきゃいけないそこで注目されているのがこのバクー沖のカスピ海にある油田ガス田なんですね。 ここはやはやり注目されるとであのもう1つ言わなきゃいけないのはこのカラバフ、長野のカラバフ紛争というものがはい、はい、昨年9月に、まあ、解決というかアゼルバイジャンがこのダッシュしたことによって、ええ、さらにこのあのアゼルバイジャンが重しがなくなったというか。ええ それによってこのアゼルバイジャンの動静というのが非常に注目されるという形です、ね、パイプラインなんかでもこれじゃあもう邪魔されずにずっとヨーロッパ、はいあのー、イタリアまで向かってますけどこれパイプラインが、えー、出てますけども実はですねこのイタリアギリシャというのがアゼルバイジャンの石油ガスによって非常に助かっていると。去年 イタリアのこの統計を見ますとロシアからの石油ガスというのはないんですねつまりゼロなんです輸入が。だけれどもこのアズルバイジャンからのパイプラインがちょうどウクライナとロシアが戦争つまり侵略を起こす3ヶ月前にパイプラインが通ったばっかりなんですよ。<ー>でなんでこのパイプラインを通したのということを現地の方に取材をしますとあの2014年の2月のクリミア。 3月のクリミア併合によってこれはウクライナというのはルートが危ないとですからロシア抜きのパイプラインを通そうという動きが強まってちょうどこの2 0 2二年の2月の前にですねそれが起こった2022年2月の前に起こったというそのパイプラインが通ったという形なんです。 なるほどそしてちょっともう一つ言わなきゃいけないのはこのトルコの視線の方に南側に行きますとですねイスラエルに今石油、ガスをアゼルバイジャンは輸出しているんです<ー>でイスラエルの今エネルギー調達に一番の多い国がアゼルバイジャンなんですあそういうい関係になるこの今のガザ情勢イラン情勢についても非常に大きな影響を及ぼしているという形になりますね。 アメリカにとっていうとこ今ご説明を受けましたけどもアゼルバイジャンとかアルメニアというこの辺りの関係も含めたものはこれどのよううに見てるんでしょうかねあの冷戦後のアメリカにとって、まあ、この地域あのアメリカはここ南高架サス地方と呼びますけれども、えー、<laughs> ここで圧倒的に重要なパートナーはアゼルバイジャンなんですね。そ、はいはい、それはその戦略的な位置もそうでですしカスピ海を挟んで、まあ、イランと 対峙してているととうこともあってあのアメリカにとってはアゼルバイジャンがま,あまさに一番重要なパートナー国であったわけですけれども、はい、そこにこのナゴルノカラーバフのまあ紛争があって、えー、まあアルメニアで大量の,その避難民が出ていますので、はい、そのやっぱり人道支援という観点からまずアルメニアを支えなければならないというのがまあ特に今のバイデン政権民主党政権 でではあの強いんですね、はい、で一方でやはりウクライナ侵略以降あのロシアとの対立が深まっていますからあのロシアと距離を取ろうとしているあのアルメニアとの関係も強化したいというのが、はい、アメリカ側の今の考えなんですが、はい、ただアルメニアが、まあ、ロシアから離れているかといってアルメニアの,その安全保障面の後ろ盾になるぐらいの覚悟は今のアメリカにはない。はい というのがあの現状で、えええー、まあどちらかといえばアルメニアに関しては今アルメニアに支援をやろうとしているフランスですとか、インドにアメリカとしては期待をしているという段階にあると思います。ねうん、アメリカ直接はできなくてもそちらにという。そうですね、うんうん。これあの佐々木さんこれあのプーチン大統領二十二日モスクワでアルゼあるぜ。あ アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談したということなんですが、はい、まあ今までのお話を伺ってますとどちらかというと独自にです、ね、いろいろ発展を遂げているような国で、まあ、西昔でいうと西側との関係いうのが強くなってきているとこれはプーチンというか大統領から見るとこれどういう存在として見ているんですかね、はい、あのこのカラバフ紛争がです、ねね、解決に向かっている今現在の状況ではロシア抜き、仲裁国なしの、ね。 アルメニアとアゼルバイジャンの平和交渉を結びましょうという形になっているんですでこれはプーチン政権にとって旧ソ連圏をどのようにコントロールしてきたかっていう方策にも関わるんですけどもはい、はい、実は旧ソ連圏の国々っていうのはクレムリンのグリップクレムリンの影響力がないと解決でできなない,火種っていうのはかなりあるんです例えばジョージアでいうと南オセチア地域だったりとか。はいはいはい モルドバというところにも旧ロシアの支配地域がありますでこのアゼルバイジャンとアルメニアの紛争というのはまさにそれなんです。でこれまでクレムリンが関わることによってアゼルバイジャン何とかしなさいアルメニアさん何とかしなさいということをクレムリンはグリップを握ってきたんですそれがなくなった今ロシアのこのこれまで旧ソ連圏をの国々を支配しよう もしくは影響力を及ぼそうとした政策がななくなってくる、はい、そして私、あのー、現地でですね、えー、戦利品の公演っていうのがある戦利品記念公演っていうのがあってここに行ってきたんですけどもここに並べられているアルメニアからアルメニアが、はいえー、アゼルバイジャン軍にやられているこのものなんですけども全てロシアの。 T72 とか S300 とかロシア軍の兵器なんですよ。はいはい、でこれ私見た時にあの本当に分かったんですけどもあこの戦争というのはトルコアゼルバイジャンそしてロシアアルメニアの戦争だったんだなということが<ー>この場所に行くとよく分かるんです。<ー>でこのやつをあのこの T72 とかですねこのロシア軍の これまたあのアゼルバイジャンがバイラクタルっていうあのウクライナで使っているドローン兵器でやられてるんですけどもこれを見るとですねつまりこれはアゼルバイジャンにとってウクライナというものを思い起こさせるものにもなっていますし、はい、ロシア抜きの 国づくりというものをできるんじゃないかというふうに思わせるものなんです。なるほど。現地に行くと小学生がですねここを授業で来たりとか、はあ、でかなり観光客も来てます。今大規模なですね展示にしてるんですね、うん、これ戦利品というか。その中で言うとあの現地にですねもう今回も取材にま行かれましたけども、はい、その旧ソ連 諸国というか冒頭でもそんな話しましたけども、はいはい、これあのからロシア離れというのは進んでいるのかこれからどうなっていくのか現状はこうだというのはとはいえですね、はいえー、ロシアの人口が1億3000万、4000万人いますかね、はい、でアルメニアは非常に少ない280万人、はい、アゼルバイジャンは1000万人、はい、でジョージアは400万人なんです。 であのかなりあの出稼ぎにロシアに行っていて、はい、国内への送金額も非常に大きい<ー>そして<る>アゼルバイジャンはロシアにも石油ガスを売っていますでロシアから観光客も今来ていますでなんとですねこのウクライナ情勢によってロシアは西側の商品例えばジョージアでいうとワインだったりとか あの西、あの西側からもらった果物、アゼルバイジャンやるんですけれども。はいはい、あの、これが調達できないことによって。アゼルバイジャンとか、ジョージアの消費がすごく売れてるんです。<ー>で、それによって、経済成長を果たしてるんですね。<ー>つまり、先ほどアリエフ大統領がプーチン大統領に言ったのも。これはロシア抜きの。 あの政策いののはありえないんですえてはいるんだただあのこれは中国と日本、うん、台湾と中国本土に少し似ていまして、ね、あの今後このカラバフ紛争というのがなくなった今もしくはロシアの影響力がないまま平和条約交渉がいくという形になりますと。 これはプーチン政権が非常にグリップを握りにくい状況生まれてきて<ー>つまり脳<う>を言えるという今までの話を伺ってますとねいろんなやっぱり旧そのソ連邦に、ね、属していうな国でもでいろんな変化があるということなんですが、はい、これはあのロシア離れというかこれプーチン大統領の求心力というのはこれやっぱり 落ちてるのか、どう見られ、見たらいいんですか、ね。はい、あの、これは落ちてますね。一言で言う、言うのであれば。ええ でそしてこのアルメニアとかアゼルバイジャンの状況を見るとまるでオセロの黒が白に変わったり白が黒に変わるような展開なんですよ。アルメニアもロシアはもう頼りにならない裏切られたということも言っていますし、はい、国内情勢を見ますと EU への接近をすべきだという政党が今、どん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 ん大きくなってきています。<ー>そししてててカラバフにに関しては年まででで、えー、ロシアの平和維持軍があの駐留できるあの仕組みになってたんですけども それももこの4月上旬にもうにうすできました<あ>つまり、もうロシアっていうのはいないんですううもうアゼルバイジャンの,あの地域の中となりますとこれはロシア抜きのまあアゼルバイジャンの政策というのはどんどんしやすくなるただ、もちろん経済的な結びつきとかこれまでの歴史的な結びつきそしてウクライナのようにあの攻めるぞという脅しみたいなものももしかしたら裏でするかもしれませんのでまあそうですね。 小谷さんやっぱりそういう面でいうと今のお話伺ってますとねああいう地域でもだからプーチン大統領っていうのはまあ今のところはウクライナの情勢見てますとねそれからあのもう完全に皇帝みたいにもなってしまってるとも言われてるんですがやっぱり求心力も落ちてるっていうのはアメリカなんかでもそういった部分の分析でまあそ,それをまあつけ込むっていう意味じゃないでしょうけどもまあそういったような考えっていうのはやっぱり持ってるんですかね。 あのやはりウクライナ侵略をして以降あのロシアは国際的な国国あの孤立を深めていることは間違いないですし特にその旧ソ連圏の中でロシアと距離を取り始めている国が増えているということは,はい、はい、当然アメリカとしては、はい、あの分かっていて、はい、でそこをまさにさらにこうくさびを打つような政策を考えている段階にあると思います。旧ソ連圏の国からすればロシアをし後ろ盾にしてきたことが 必ずしもプラスになっていないというふうに感じている国も増えてきているでしょうし逆にロシアから距離を取れば西側諸国との関係を強化できるということこれがまさにアアルメニアが示していることなんですよねそういう意味であのこの地域のこうパワーバランスが変わろうとしていてアメリカとしてもそこをできるだけこう利用したいというふうに考えている段階であることは間違いないと思います。 今後のロシア・ウクライナ情勢を考える上で大きな要素は次のアメリカ大統領が誰になるのかという点です。という点です。トランプ氏は18日自身の SNS でウクライナの存続と強さは我々よりも欧州にとってはるかに重要だもちろん我々にとっても重要だ欧州を動かせと述べています。 小谷さんトランプ氏といえば、まあ、こうした支援には消極的だったはずなんですがこの予算の可決にもまあ大きな存在感を示した点もあると思いますけれどもこれはやはり選挙の前に少しスタンスを変えたということなのかどのよううな見解でしょうかあの選挙もありますしそれから自らのらの,の世界情勢における影響力というものも考えた発言だと思います。あの一つには あのまあ、このそもそもウクライナの問題はヨーロッパがより大きな役割を果たすべきだというのは根底にありますのであのヨーロッパがあよりウクライナに対して支援をするその,その方向に自分が導いたんだということを、まあ、言いたいというのはあると思うんですがあの最近トランプ氏のまあ側近の中でこのウクライナ問題はやはりアメリカの国益に直結する問題ですから。はい あの支援すするるべきだというふうふににトランプ氏に進言する人たちが増えていますああああで、その時にただ支援することがアメリカにプラスになるだけではなくてこのウクライナ問題でトランプ氏がうまく立ち回ればノーベル平和賞を取れるとああ、はい、これを側近がこれ真面目に、はい、真面目にあのトランプ氏はノーベル平和賞を1期目取れなかったことを非常に残念がっていますのでこの問題でうまく仲裁をすれば。 あのウクライナに有利な形で仲裁をすればノーベル平和賞を取れるということを側近が言っていて、うん、それがこの発言につながっている背景になります、うん、佐々木さんはどのようににご覧になっていますか、はい、今の小谷さんの話を聞いて思うのは今日私旧ソ連諸国のことを言いましたがやはりここはです、ね、どん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 んロシアの勢力圏から離れていくはい、はい、となりますとやはりアメリカとしてもですねプーチンに説得しやすいですね。ねこのままあの戦争を続けるとロシアが もしくはプーチン大統領が築き上げてきた、えー、利権なり信頼そういったものを失っていきますよと,、はい、ということになりますとこうしたアゼルバイジャンジョージアアルメニアこれはもう本当に過去振り返ってもロシアとの非常に結びつきが強かったでで、ここにトルコという地域大国イランという大国もしくはイ,イスラエルという国がどんどん入ってきますとそこら辺がそのプーチン大統領の勢力権を奪っていく。 そういうところがやはり見ていくと先ほどのトランプの大統領の誕生だったりもしくはウクライナ情勢がどうなるかと見えてくるというふうにもはい、はい、佐々木さん、私はロシアのああいう振る舞い見てましたら、ね、結局あの、1989年のベルリンの壁崩壊以前東西の冷戦構造みたいにまたは世界へ戻ったんじゃないかと思っていてそ,のそれが中心点ロシアだというんですが。 状況を今までに伺っているとのその辺りでもいろんな変化があるというのは我々は見とかなきゃいけないってことううこでしょうかね,そうですねあのロシア国内は時計があの逆に戻ってますよねはい、はい、ソ連化している、はい、ところが周辺国は全く違った状況でそのギャップが生まれてくるのが非常にソ連時代の冷戦とは違うなとうこれやっぱり我々はきちっと見とかなきゃいけないんだと思いますけどそれから小谷さんあの トランプ大統領の発言ですけどもねやっぱりいや全くあのもう無視してねあれで俺ならすぐ終わらせるみたいなこと言ってたって言ってもああいうふうに変化してきてるというのはやっぱり今の状況を見た時にまあ側近の方の話も出ましたけどもやっぱりそういうのを少しずつやっぱりこう考えなきゃいけないという思いはあるってことですかね。ああトランプ氏ももんな発言をしますけれども ただあの側近の話を全然聞かないわけではありませんしあの戦略的な判断はあ,のある程度はあのできますであの一1期目もやっていたところはあると思いますのであの今残ってる側近はまさにトランプ氏をうまく転がすことに慣れている人たちですからあのそういう人たちが周りについているということはあの我々がまあ一般的にこう恐れているほど トランプ氏がめちゃくちゃなことをやるということでもないのかもしれないです、はい。いや、なんか、そう聞くと、なんかほっとする部分があって、本当に、やっぱり、ウクライナ情勢だって、まあ、そういう考えで言ったら、もし、もし、虎とか、なんか、ちょっと置いといてもですね。アメリカとしては、そういった面、全体としては、見てる部分があるというのは、やっぱり、我々、理解しておいた方がいいんですかね。そうですね。あの、まさに、バイデン政権は、ウクライナ支援に、かなり慎重な面があったと思います。ええ、長距離の攻撃兵器、なかなか渡さないというのがありましたけど、ええ、そこは、トランプ氏は、おらく、逆に。 長距離ミサイルも含めて積極的に支援をしてウクライナが戦場で有利に立てるような政策を取る可能性は十分あると思います。今日ね佐々木さんと、ね、だから小谷さんの話を伺っていると、ねえー、世界情勢を見るのはやっぱりそういう部分で見ていかなきゃいけないんだなというのを、ね、もうちょっと奥深くと思いまして、はい、お二人、本当にき日はどうもありがとうございます。はい